皆さんこんにちは。石神整形外科クリニックの、石神です。今日は整形外科の治療の中ですごくたくさんうちのクリニックにいらっしゃる患者様、交通事故で、いろいろなところを、痛くしてしまった患者様の治療について少し、お話を、させていただきます。交通事故、車と車だったりとは、車と自転車だったりとは、自転車と自転車でこうぶつかってしまったりだとか、あとは車と患者様ご自身がね、その、人と車でぶつかってしまったり、いろいろなその、事故があると思うんですけれども、そういった、事故で体を痛めてしまったものは、整形外科のクリニックで継続的に治療をすることが、できるんです。まずそこをご存じない方が結構多いと思いますので、それをちょっとお話ししたいなと思います。交通事故の場合はですね、保険っていうのがちょっと変わってくるんですけれども、損害保険だったりとか生命保険だったりとか、自分の保険もしくは事故を起こしたその加害者ね、その方の保険で治療をすることができます。この辺に関してはうちは、大体月にですね、60件以上の患者様の交通事故の治療をさせていただいていますので、スタッフさんもしくは僕でもですね、適切に痛みがその辛い方のに対して悪いようにならないように治療すること、もしくはいろいろな手続きということをすることができます。交通事故っていうのはね、すごくやっぱりその車とか人とか予想外の部分からぶつかってしまったり、痛みが出てくることが多いので、特徴的なのは3つあると思います。1つは痛みが長引く、2ヶ月とか6ヶ月とかそのぐらい長引いてしまうことがあります。もう1つは痛みが強い、首をこうひねったとかそういうようなその状態でも、こう後から痛みが来る時があるんですね。あともう一つは、患者様自身も事故を起こされてしまったというかね、こうすごくこうやられてしまったっていう感覚っていうのはすごく強く、予想外な怪我っていうのがあるので、精神的にもすごく辛い患者様が多いんですよね。全く予想することなくその怪我をしてしまうものなので、普段できることができなくなってしまったりとか、そういうストレス、車だったり修理だったり急に仕事だったり、そういうのをどうすればいいのかわからない、そういうことでとってもとってもこうストレスに感じてしまう人がこうかなりいるんですよね。本当に長引くんですけれども、そういった心のケアだったり、あとはその痛みの治療っていうのに関して、一般的にね、交通事故の治療って、鞭打ちとか腰の痛みとかそういったものでマッサージとかをねしたりする、その接骨院の先生のイメージっていうのもあると思いますけれども、石神整形外科クリニックではマッサージもあります。そして、姿勢が悪くなってしまったとか、鞭打ちによってそのストレートネックとかね、よく言うんですけども、こう首がね、こうどうしてもこう体を起こすことができなくなってしまったりとか、そういう患者様に対してマッサージ以外の姿勢の矯正だったりとか、ストレッチだったり、またはお家でできるような運動とか、そういったものを、教えていただいたり、もう一つ特徴的なのはお医者さんなので、痛みとかコリとか、そうやって局所の部分というのはお薬で軽減させることも治すこともできるんですね。その時の辛い痛み、もしくはすごくすごくこう長くなってしまった、慢性化してしまった、首の痛み、腰の痛みに関してもすごくやっぱり効くお薬は今あります。なので事故を起こしてしまって痛みがあって、もう硬くなってしまって、で姿勢が悪くなってしまって、でそこからまた痛みがこう起こしてしまって、血流が悪くなる、そういうこう痛みの悪循環っていうものを、マッサージとはその運動療法、お薬だったりチップだったり、場合によってはこの凝ってしまった部分に筋膜リリース注射っていうものをこう行ったり、そういうこう総合的な治療をすることによって、痛みの悪循環から痛みの良い方向に、改善方向に向けてあげるという、そういう治療を、うちでは継続的にしっかりと精神的なケアもしながら治療をすることができるんですね。あともう一つ、石神整形外科クリニックでは、交通事故の特徴的な、治療があります。それは鍼治療です。交通事故ではお薬でも鍼が取れない、リハビリでも
奥の方が治りきらない、マッサージでもなかなか取りきれない、そういう長い痛み、こり、芯の部分というんですけれども、そういったところのその辛さっていうのは残るんですね。ここで、お役立ちできるのが鍼治療になります。鍼治療っていうと、まあ、保険が効くのとか高いんじゃないのとかそういうイメージがあるんですけれども、交通事故の場合は鍼治療は保険でやることができます。基本的にはできるんですよね。なのでリハビリの先生がその針の専門としてずっとやっていらっしゃいますので、一つの方法として凝っている部分にこう広範囲にね針をこう入れてあげて、しっかりとほぐしてあげる、で血流を良くしてあげる、そういった治療もできます。ぜひ、活用していただければというふうに思います。たくさんのバリエーションでしっかりとお役立ちできると思いますので、お薬による治療、湿布とかによる治療、注射による治療、リハビリ、マッサージですね。あともう一つ、最後に鍼治療ですね。数種類の中から患者様の今の状態、ニーズ、やりたいこととはそのスケジュールなどに沿って適切な方法っていうのを考えさせていただいて提供させていただきますので、ぜひ石神整形外科でもし近辺でね困った場合はいらしていただいて治療させていただければなっていうふうに思っています。よろしくお願いいたします。一番大事なのはまず病院に行くこと、交通事故の場合は病院でしっかりと見てもらう、で検査をする。痛みがその時に重みとか軽い痛みだったとしても、初めのうちはですねしっかりと痛み止めのお薬を飲んだ方が後々やっぱりね痛みが残らないんですね。初めのその急性期っていうのはねどん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 悪くならないようにするために継続的に治療をしっかりとすることをお勧めします。初めのやっぱり1週間から2週間ぐらいの間で痛みがどん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 悪くなってしまうのか、それとも長くなってしまうのか、ここでかなり決まってくるようになってきます。なのでぜひそれはうちのクリニックでもいいですし、近隣の整形外科の先生でもいいですので、ぜひ治療をするようにすること、それともう一つは諦めない。治療は長くなることもあります。そして精神的に辛くなることもあります。相手方もいます。面倒くさくなっちゃう人がいるんですよね。もういいです。だけれどもそこから先でまたしっかりと治すことっていうのが諦めないで治療すればできるようになってくるんですね。うちのクリニックでも半年8ヶ月くらいかけて改善する方もいらっしゃいます。ただ初めの初期治療をしっかりやればそんなにこう長くなることっていうのはそんなにないんですよね。なのでそこをしっかりお役立ちできるように治療できればっていうふうに思っています。ご覧になっていらっしゃる皆様、交通事故の場合はまずは、整形外科のある、医療機関にいらしていただいて、その後接骨院もしくは、リハビリテーション、いろいろなその治療の仕方がありますけれども、もう一つ交通事故の場合は書類を書いたりとか手続きがあります。それは交通事故のその治療が、もしくはそのケア手続きが慣れている医療機関でやることがすごく大事なので、ぜひしっかりと見てですね治療を続けて元通りの痛みのないしっかりとした生活に戻っていけるようにサポートできればというふうに思っています。何かあった場合はいつでもご連絡ください。今日は交通事故に関してお話をさせていただきました。ありがとうございました。